海を泳ぐ魚でさえ進む先を。旅人さん、ちょうどいいところに来てくれましたね。おい、その口調、まさかまた新しい依頼じゃないだろうな。ご想像の通り、新しい依頼が一件ございまして、アビディアの森に住む住民の安全に関わるとても重要な依頼なんです。え、何かあったのか。つい先日、アビディアの森の一部区域が汚染されているという知らせが入りました。汚染？まさか新しい地域なのか。詳しいことはよくわからないのですが、あの辺りを通った人は体に異常をきたすという話です。アビディアの森で生活する人々は故郷をなかなか離れたがりません。ですから汚染区域が拡大すると深刻な結果を招いてしまう恐れがあります。汚染の拡大を止めるだけでも多くの人が救われることになりますので、どうかぜひ調査をお願いします。アビディアの森か。ティナリなら何か知ってるかもしれない。あいつに聞きに行こうぜ。ティナリ、ここだったのか。ん？これって…静かに。ティナリ兄ちゃん、頭が痛いよ。僕、もうダメなのかな。言うことを聞けばよかったって、代わりにお母さんに伝えて。それと砂のおもちゃを壊しちゃったんだ。謝りたかったけど、もう一緒に遊んでくれないんじゃないかって思うと怖くて言えなかった。ティナリ兄ちゃん、人は死ぬと空を飛ぶ鳥になるって本当？僕、なんだか体が軽くなったような気がするんだ。どういうことだ？ティナリ、まさかこの子。はいはい、もう変な憶測はよしなさいって。君は少し熱があるだけだ。薬を飲んでちゃんと休めば、いくらもしないうちにまた元気になるよ。本当？じゃあおもちゃのことは内緒にしてくれる？それはダメ。もう大きいんだから、熱が下がったら自分で謝りに行きなさい。ずっと隠してるだけじゃ何も解決しないよ。うん。ねえ、いつも元気だったのに、どうして急に体調を崩したの？僕にもわからないんだ。森には入るなってお母さんに言われてたんだけど、つい気になっちゃって。そしたら森は昔行った時とは全然違ってたんだ。あちこち探し回ったけど結局迷子になっちゃって、やっと出てこれた時には頭がクラクラで。もしかして。やっぱりそうだったのか。とにかく横になってて。僕がいいって言わない限りどこにも行くんじゃないよ。わかった？旅人、パイモン、ちょっといい？レンジャー長さん、息子の具合はどうですか？解熱剤を飲ませたから、しばらく休ませておくよ。薬を飲んだらすぐに治るって言ったけど、実はただの慰めなんだ。彼の症状は熱によく似ているけど、根本的な原因は全く違う。どちらかというと意識障害に近くて、解熱剤はあまり効かない。じゃあどうすればいいんです？レンジャー長さん、どうかあの子を救ってください。確かバハールハーブっていう
鎮静作用のある植物があったと思う。乾燥した砂漠地帯に生息していて、希少価値が高い。普段は枯れた雑草みたいなんだけど、水に触れると生き返るんだ。高価な上に、ここの気候では栽培できないから、今は手元にない。キャラバンに聞いてみるよ。君はまず、コレイのところへ行って、薬を調合する道具と、ついでに僕の旅支度を用意してもらってくれ。はい、ありがとうございます。汚染区域か。君たちもソ連目当てで来たの？そうだ、ティナリ、それって新たな地域なのか？似ても似つかないよ。規模も内部の状況や周りへの影響も全くもって別物だ。唯一の共通点は、どちらも鬱陶しいってことかな。アビディアの森で起きた問題だから放ってはおけない。オイラたちもそう思うぞ。よし、じゃあまずはキャラバンに連絡して、バハールハーブを買いに行くついでに汚染区域のことを聞きに行こう。善は急げだ。早速出発しよう。いや、バハールハーブを買いたいんだけど、置いてるかな？レンジャー長か。すまんが、最近は営業してねえんだ。営業してない？変なの。そんなこと初めて聞いたけど。話が長くなるんだが、俺たちは少し前に一部の積み荷を奪われちまったんだ。失ったのは教練員から手に入れた機械パーツでな。古いモデルのやつもあった。これが市場じゃいい値段で取引されてるんだ。いくつかのキャラバンで資金を出し合ってやっと仕入れることができた品だったのに、奪われちまった以上今回の儲けはパーだ。相談した結果、残った商品は値上げして売る方向になった。具体案が決まるまで各キャラバンが勝手に売ることはできねえんだ。ちょっと理解できないね。そんなに大事な品物なら取り返しに行くべきじゃないの？値上げしたところで強盗にあった損失を買い手になすりつけることになるだけで、根本的な問題は解決しないだろ。レンジャー長よ、俺たちも取り戻したい気持ちでいっぱいだぜ。だがそいつらは品物を奪った後、あっという間に森の奥まで逃げ込みやがったんだ。噂で聞いたが、最近あの森はかなりヤバいみたいだぜ。そこに行った奴らはみんな精神がおかしくなるらしい。出てこないとなりゃ、俺たちもただずっと外で待っているわけにはいかねえだろ。だから別の方法を考えたんだ。つまり盗賊は君たちから機械のパーツを奪った後、汚染区域に身を潜めたってこと？全部で何人いた？そいつらはまさか汚染区域の影響を受けないのか？あいつらはまさにその汚染区域から出てきたんだ。何人かっていうと、ゼロ人って言うべきか。ゼロ人？信じてもらえんかもしれねえが、パーツを奪ったのは巨大な機械ガニだったんだ。なんだそれ、アビディアの森にはそんな生き物がいるのか？正直なところ、あいつのことは思い出したくもねえよ。器用な動きだったから、おそらく常習犯だ。俺たちが気づかないうちにふわーっと現れて、俺たちの商品を掴んで走り去っていった。みんなあっけに取られてよ。気づいた時にはあいつはもうとっくに逃げ去っちまってた。なるほどね、わかったよ。僕たちが代わりに品物を取り戻したら、また通常通り営業するんだよね？おお、そりゃもちろん。それだけじゃない、お前さんは俺たちキャラバンの VIP 客となり、今後全ての商品が。ストップ。そんなことよりも、その機械ガニについて何か手がかりはない？ああ、実は強奪された後、俺たちは人に分析と調査をしてもらった。興味があれば聞いてみたらどうだ？そうだね、じゃあまずはそうしようか。品物が奪われた後、
近くのキャラバンや住民に何度も聞き込みをしました。調べてみて分かったのですが、私たち以外にも多くの人がその悪党ガニに襲われているようです。でもあのカニは機械にしか興味がないようで、他の品物には見向きもしません。大量のモラを積んだキャラバンが通りかかったことがありますが、無事でした。対して金属製のおもちゃの車を持った子供たちが通りかかるとすぐに取られてしまうんです。とにかくあれは悪いものです。いずれは駆除する方法を見つけないと。また痛くなってきた。あいつは素早くてパワーもあるからかなり手強いんだ。正面から相手をしたら十数人でもかなわないかもな。機械生命の研究は教令員が何年も前に禁止してなかったか。だとしたらどっから来たんだろうな。おかげさまで給料も減って、へえ、まさか強盗犯が人間じゃなくて機械のカニだなんて。呆れたぜ。最近は強盗事件が多いってキャラバンのやつらは言うんだが、俺たちは大して実感がないな。普段はあの機械ガニを見ることないし、生活の邪魔をされたこともない。あいつはキャラバンがいる時にだけ現れて暴れたかと思ったら、また汚染区域に逃げ帰るんだ。捕まえようとはしなかったの？試してみたんだが、すばしこくてすぐに逃げられてしまった。だがこの間の捕獲作戦で思わぬ発見があった。あいつは森の奥に住んでいるみたいなんだが、略奪したものをすぐに運ばず、まず近くに隠しておくんだ。それである程度溜まったら一気に持っていく。もし奪われた品物を取り戻したいのならば早めに動いた方がいい。どうだ、収穫はあったか。やつの習性は把握したけど、やっぱり不可解な点が多いね。制御不能になってない限り機械生命はコマンド通りに動くことがほとんどなんだ。もし僕がマスターだったら、より価値のある品物を奪うように命令する。それか君たちが品物を売り終わったタイミングでモラを奪うかな。その方が効率的だからね。なのに機械パーツにだけ手を出すなんて変だよ。そうか、言われてみれば確かにおかしいぞ。それで品物を奪い返す算段はつきそうか。機械パーツはまだ持っているかい。うん、あと一袋残ってる。こいつらはサンプルなんだが、いつも持ち歩いてたから無事だったんだ。おい、まさかお前ら。外的条件が変化しない限り、生物は自らの意思で習性を変えることはほとんどない。今のところ分かっているのは、相手は森の奥の汚染区域に住む機械の体を持ったやつで、機械パーツを奪いに来るってこと。機械パーツさえあればおびき寄せられるだろ。捕獲できたら観察してさらなる結果を導き出すんだ。今みたいに中身のない会話をしてたって何も進まない。時間の無駄だよ。確かにそれよりもいい案はなさそうだ。じゃあこのサンプルはお前にやるよ。品物を回収してくれればまた改めて礼もする。お礼はいいよ。でもこのパーツはもらっておくね。今後他の使い道があるかもしれないから。それと打銃を一匹借りるよ。演技は完璧にやらなくっちゃ。もちろんだ。品物さえ戻ってきてくれるなら俺自身の体だって貸してやるぞ。君は結構。機械パーツと打銃で通りすがりのキャラバンを装って奴を誘い出してみるよ。奴が現れたらすぐに捕獲だ。タイミングは君たちに任せたよ。安心してくれ、オイラたちはプロだぜ。小路と汚染区域の分布からして品物はこの辺りで奪われたみたいだね。じゃあ早速やるぞ。絶対にあの悪党ガニを捕まえるんだ。うん、この辺で出発して打銃にパーツのサンプルを運ばせながら進もうか。
この打順はまだ僕たちに慣れていないからなだめないとね。打順が進んだぞ、追いかけようぜ。え、なんで止まっちゃうんだ。うん、なんだかサボってるっぽいけど、お腹が空いてるって可能性もある。キャラバンのみんなは品物を奪われ、やった、また進んでくれたぞ。なんだか音がするぞ。手強そうだね、気をつけて。た、捕まえた。糸よ、工作せよ、かかれ、とう。ふん、キャラバンを襲った悪党ガニめ、絶対に逃がさないぞ。おい、とぼけたって無駄だぞ。機械パーツをこんなに奪って何するつもりなんだ。だね、多分質問が複雑すぎて理解できてない。僕はあたりでキャラバンの荷物を探してくるから、代わりに彼を見張っといてくれる？機械パーツを奪った理由は知らないけど、これは君のじゃないよ。奪ったものは全部持ち主に返すから、いいね？汚染区域の奥から来たの？だったら僕たちに手を貸してよ。そこに連れて行ってくれたら報酬として機械パーツをあげる。反応したぞ。まだわからない。単純にパーツを見て興奮したっていう単なる機械的な反応かもしれない。そっか。このカニに汚染区域まで連れて行ってもらいたいのか？その通り。汚染区域は決して狭くはなく、今も拡大し続けている。徹底的に調べるのは至難の業だ。何の準備もなしに飛び込んだって、ハエのように飛び回った挙句道に迷うだけだと思うんだ。それにこいつは汚染区域の奥からやってきただろ。明らかにたくさんの秘密を隠し持っている。僕もちょうど汚染区域について調べていたところだから、いくつか推測はあるよ。でも念のためガイドに案内してもらうのが一番だろ。なるほど。でもあいつお前の言ってることを理解できるのか？理解されなくても僕たちに対する敵意がないなら問題ない。パーツを渡したらきっと汚染区域の奥まで連れて行ってくれると思うよ。攻撃してこない限りは彼に頼ればそこにたどり着ける。なんだか嬉しそうだな。いい？この辺で待ってて。絶対に逃げないでよ。僕たちが帰ってきた時にまだここにいてくれたら、ご褒美にまた機械パーツをあげる。わかった？さあね。でもとりあえずこの機械パーツを返しに戻って薬用のバハールハーブを買ってこよう。でも帰る前に罠を仕掛けておかなくちゃ。逃がしてしまったらダメだからね。おお、
俺たちの機械パーツじゃねえか。本当に取り戻してくれたんだな、お前ら。ありがとうな。もうどう礼をすりゃいいのか。あ、そうだ、バハールハーブが欲しかったんだろ。もらなんざいただでやるよ。どれくらい必要なんだ。2本あれば十分だよ。そんなんでいいのか。あ、ならこうしよう。おまけにモラも少し渡す。その必要はないよ。僕はすでに報酬をもらったじゃない。報酬？パーツのサンプルの入った袋のことか。まあ奪われた品物に比べればあんなの大した価値はねえよ。でも僕には必要だったんだ。バハールハーブみたいにね。僕は君たちの品物を取り返して、君たちも僕が必要としているものをくれた。それで帳消し。森の生態系は複雑で多様性があるから、機械ガニの他にもいろんな危険が潜んでいる。このルートを行くなら注意した方がいいよ。ああ、肝に銘じておく。お前さんたち本当にありがとうな。まずは村に帰ろうか。早くあの子に薬を飲ませた方がいい。あ、旅人とパイモンだ。こんにちは。師匠、薬を作る装置は用意できたけど、薬を引くのを手伝う？いや、今回は投与量に注意が必要だから自分でやるよ。ああ、わかった。でも薬が出来上がったら代わりにその子のところに届けてきてくれる？彼は僕がいるとなぜか少し緊張するんだ。多分僕はとっつきにくい人だと思ってるんじゃないかな。さて、早速薬を用意するよ。旅人、少し手伝ってくれる？どうだ？あいつ具合は良くなったのか？ああ、体調もだいぶ良くなったし、体温も正常に戻ってきた。やったぜ！そうだ、師匠に伝えるように頼まれてたんだ。スナが会いに来て、もうおもちゃのことを白状したって。スナは怒っていないみたいだったから、師匠にお礼が言いたいってことらしいんだけど、何かあった？大丈夫だよ。それより頼んでた旅道具の準備はできた？ちゃんと準備したよ。師匠は遠出するのか？ああ、汚染区域に行くつもりなんだ。広さから考えて多分一夜を過ごすことになると思う。僕がいない間のことは君に任せたよ。え、でも私はまだ師匠の足元にも及ばない。経験したことのないことでもとりあえずは試してみるんだ。一回やってみたら大したことないってわかるよ。僕の真似をしなくていいから、自分なりの解決方法を使えばいい。そうだぞ、これならきっと大丈夫だ。うん、じゃあやってみる。師匠、それから旅人にパイも、お前たちも気をつけて。ああ、おそらく大丈夫だろう。具体的な原因は汚染区域に着けばおのずとわかる。僕を立ててくれるの？でもそうだね、多分問題ないと思うよ。さあ、もう一度あの機械狩りを調べに行こう。着いたぞ。ここで合ってるはずだけど、あれ、あの機械ガニは？もしかしてこっそり逃げ出しちゃったのか？いや、罠が発動してない。まだここにいるはずだ。約束通り、ちゃんと僕たちの帰りを待ってたみたいだね。じゃあこっちも約束通り機械パーツをもう一つあげる。落とさないようにちゃんと持ってるんだよ。
満足してくれたみたいでよかったよ。もっと欲しければ僕たちを汚染区域の奥に連れてって。アビディアの森がこうなってしまった原因を調べなくちゃ。ここがみんなの言う汚染区域なのか。確かにいつもと違うぞ。なんていうか不気味で重苦しい空気だな。体調は大丈夫？よかった。やっぱり思ってた通り、元素力はある程度汚染区域の影響を抑えられるみたいだ。ティナリはなんで知ってるんだ？汚染区域の奥深くにまで立ち入って調査してたわけじゃないけど、僕は最近いくつかの対象実験をしていたんだ。その上で今ここを観察して推測が確信に変わった。ほら、例えばこの花、普段見るのとちょっと違うだろ。この花の学名はスメールローズなんだけど、地脈マーカーなんて呼び名もある。地脈の影響を受けやすくてね、様々な明るさの光を放つんだ。輝度が高くなったらそれは周囲の地脈エネルギーが危険な値に達していることを示している。この感じだと多分この辺りの地脈はすでに暴走状態だね。ってことはつまりここの汚染は地脈から来てるのか？まだ確信はないけど、その可能性は高いと思う。他に手がかりがないか周りを見てみよう。そういえば来る時に思ったんだけど、ここ生き物がなんだか少ないよな。前に森に行った時は鳥の大きな鳴き声が聞こえたぞ。あとはたくさんキツネがいたりとか。今汚染区域にはすごい量の地脈エネルギーが漏れ出ちゃってる。それが通行人を病気にさせ、意識障害を起こさせている主な原因だと思う。動物たちは敏感だから、きっと異変を察知してすぐにこの場を離れたんじゃないかな。地脈エネルギーが漏れただけでこんなに深刻な事態になっちゃったのか。植物が育つのに適した条件があるように、実は人間も少しずつ周囲の環境に慣れていくものなんだ。気候や温度、湿度、それから地脈エネルギーの強さとか、特定の環境で生活することで人は環境との間にある種のバランスを作り出す。周囲の環境が急変するとバランスが崩れてしまい、体にも異変が起きる。もし単なる温度の変化なら人体は自分で体温調節をして適応できるけど、地脈エネルギーの急変に対応できるようにはできてない。じゃあどうしてオイラたちは無事なんだ？君がなぜ大丈夫なのかはわからない。でも彼女と僕は元素力が使えるから、それでより早く変化に適応できるんだろうね。もちろん地脈エネルギーが強いところに長くいるのは良くない。ここで自由に行動し続けられるのはおそらく機械である彼だけだ。さて、調査はこんなところかな。広めの空き地を探してくれない？ちょっとした実験をしたいんだ。環境、無風、目標値、正常、設定完了。よし、ちゃんと動作してるみたいだ。それ何なんだ？僕が作った浄化装置だよ。余分な地脈エネルギーを吸収して、この辺りのバランスを安定させられるんだ。そんないいものがあったのかよ。じゃあ早速汚染区域全体に設置しようぜ。それでうまくいくならそれでよかったんだけど、でも一度発生しちゃった汚染は限られた装置じゃ解決できないよ。それに浄化装置の力にも限界がある。せいぜい一定期間汚染区域の拡大を防げるだけさ。地脈漏出による汚染を完全に解決するには
問題の根源を根こそぎにしないと。そういうこと。おい、機械ガニの様子がなんだか変だぞ。何かが近づいてくる。なるほど、地脈エネルギーが落ち着いたせいで一時的に離れてた魔物たちがまた集まってきたってとこかな。浄化装置に近づかせないようさっさと片付けちゃおっか。大丈夫です。復帰は。禁止。傷は深くないみたいだよ。動かないで、手当てするから。君たちは誰だ？あの機械の魔物たちは？安心しろ、オイラたちが全部やっつけてやったぞ。よかったよかった。まだいるじゃないか。早く倒してくれ。なんて言ったらいいんだ。さっきはこいつがお前の叫び声に反応してオイラたちをここまで連れてきたんだ。そんなの芝居に決まってる。さてはあの機械の魔物たちに紛れて僕の命を奪いに来たんだな。森の奥に何があるか知ってるか。機械の魔物があちこちあちこちうろついてるんだ。薬を取ろうとしてうっかり汚染区域に入ってしまったが、危うく命を落とすところだった。逃げないと。そうだ、早くここから逃げないと。君たちも気をつけて。この種の機械生命は敵なんだ。早く離れた方がいい。数年前教令院が機械生命の存在を全面的に禁止しようとしたのもわかる。こんなもの全部壊してしまうべきなんだ。体が震えて呂列が回らないのは汚染区域に長く居すぎたせいだ。つまり軽い意識障害だね。あっちの地脈エネルギーは浄化したから、そこの道をたどっていけば大丈夫だ。すぐに村が見えてくるはずだよ。きっと誰かがコレイの元に連れて行って助けてくれる。あそこには僕が用意した薬が置いてあるから、飲めばすぐに治るよ。なるほど、正しいことをしたからご褒美にパーツが欲しいのかい。全く理解できないぞ。まあどういう意図で取った行動かはわからないけど、偉かったからね。しょうがない、パーツをもう一つあげよう。装着してあげようか。その必要はないみたいだね。それじゃあちゃんとしまっておいて。ところで君のマスターはどうして君をそんな風にしたんだい。カニっていうよりハムスターみたいな振る舞いだけど。あとさっきあの人に凶悪な機械生命だって思われちゃったけど、それについてはどう思う。全然わかってなさそうだな。今のところわかるのは機械パーツに関することだけみたいだ。人助けするとパーツがもらえるって思い込んでるんじゃないかな。彼が、いや彼のマスターが何のためにパーツを集めているのかは
まだわからないね。今日はもう遅いから近くにテントを張って寝ようか。おい、こっちだよ。バカ、上だよ。上を見るんだ。にゃっ。拠点はここに決めた。おいらもここでバッチリだと思うぞ。へえ、パイモンはどうしてここがいいと思ったの？ここは平らで広いから大きなテントを張れるだろ。鍋もセットできそうだし、美味しいものをたくさん作れるぜ。それも間違ってはないよ。でも僕がここを選んだ最大の理由は、比較的高台にあって下に集まる湿気を遮断できるからなんだ。雨林はとても湿気が高いからね。こういう場所で夜を過ごすときはいつも細心の注意が必要なんだよ。次は二手に分かれて行動しようか。僕はテントを張るから、君は火起こしで、パイモンは食べ物を探してきてくれる？そういうのは得意だぞ。オイラに任せとけ。別にそんなに期待してないから無理しないでね。うん、野外で火起こしするときは灯芯草の茎を使うといいよ。この植物の髄は比較的乾燥してるんだ。少し煙っぽくはなるけど直接火をつけられる。旅人ティナリ、オイラ何も見つけられなかったぞ。雨林には変な植物がいっぱいだって初めて知ったぞ。変な形のキノコもたくさんあって、どれが食べられるやつかオイラ全く区別がつかなかった。あと地面に何かの実が落ちてたんだけど、拾おうとしたら上の枯葉が急に動いてびっくりしたぜ。きっと枯葉蝶とかそのあたりの生き物だね。彼らは天敵から身を隠すため葉っぱに擬態できるんだよ。空を飛んでる君を見て、きっと何かの鳥と勘違いして逃げようとしたんだ。パイモンが自分より臆病だとは知らずにね。しょうがない。テントが完成したら君たちはここで休んでて、食べ物は僕が探してくるよ。ん？もう探してきてくれたの？おい、今のはオイラにも分かったぞ。こいつまた機械パーツをおねだりしてるんだ。残念だけど今回のご褒美はなし。今回の仕事はそれほど重要じゃないからね。何にでもご褒美をあげちゃったらわがままになっちゃうだろ。だからこういうちょっとしたことは覚えておいて、次の時にまとめて渡してあげる。まあそれも理由の一つ。なんだか悲しそうだぞ。でもよく考えてみたら、あげないと誤解しちゃうかもしれない。しょうが、僕は夕飯の準備をしてくる。今夜は交代で見張りをするから先に休んどいて。時間になったら呼ぶから。見張りが必要なのか？うん、地脈の影響で避難してる動物も多いけど、完全に油断するわけにはいかないからね。ってことでよろしくね。テントの中に毒虫が入ってくるのを防ぐために後で駆虫装置を置いておくから。じゃあゆっくり休んで。でも寝坊だけはしないでね。あ、本当に寝ぼこやってきたよ。な、もしかして地脈の影響だったりするのか？でもこうやって外でキャンプするのは久しぶりだよな。なんだか冒険を始めた頃に戻ったみたいな気分だぜ。おやすみ。ん？
まだ交代には早くない？ちゃんとぐっすり眠れた？危ない場所では警戒を怠っちゃいけない。あくびばっかしてるんじゃダメだよ。きついなら戻ってもう少し休んでていいよ。僕はまだ眠くないからさ。そう？無理しなくていいんだからね。夜中しか観察できない動植物も多いから夜更かしには慣れてるんだ。そういえばあの機械ガニを見なかった？さっきまであそこを走り回っていたのにどこかに行っちゃったんだよね。見抜かれちゃったか。でも警戒すべきは彼というよりもまだ顔を見せてくれないマスターの方だ。何の前兆もなかった今回の地脈の大量漏出は誰かが地脈の流れのルールを破ったせいで起こった可能性が高いと思う。ちゃんと調査が済むまでは用心した方がいいよ。かつてソロン派の間では機械生命の課題が流行してね。僕の後輩にもその研究に携わっている奴が何人かいる。彼らはとても魅力的なアイデアを考案した。人類の自然征服を助けるために知識を使って新しく使いやすい生命を創造することだ。しかしどれだけモジュールを入れ替えても機械の本質はコマンドを受け取って実行すること。人間や他の生き物みたいに自律的な意思を持つことはできない。機械生命と自然生命の違いを探ろうと狂信的な学者たちは際限なく動物の生態解剖を行った。その実験の異常な残酷さから機械生命の研究は廃止となったんだ。皮肉にもその後学者たちはますます衝動的になってきてる。もしかしたら数年後にはまたその研究が解禁されるかもしれないね。難しい質問だね。機械生命そのものには興味あるけど当時の学者たちの態度は気に食わなかったな。僕の個人的な意見なんだけど、僕の先祖は砂漠から来たワルカシュナたちと生活を共にし助け合ってきた。僕たちの血統は共生の関係から生まれたってことだ。だから僕からすればどんな命だって大切なんだよ。生命を理解するためにはまずそれを尊重するのが大前提だ。生命は消耗品じゃないし、知識は王冠と王爵であっちゃいけない。僕が一部の学者を不満に思うのはそこかな。これは僕が教練院を去った理由でもある。自分を他の生命の上に置いて横島な思いで純粋な生命を研究して一体何を達成できるって言うんだ。本当？それはよかった。コーヒー？僕たちのために入れてくれたの？はあ、しょうがない。一生懸命頑張ってくれたもんね。それよりもどうして使わないの？躯体はあちこちすり減っちゃってエネルギーも残りわずかだっていうのに。そうかい。まあいいや。ありがとね。でもちょっと休みたいんだ。コーヒーは彼女にあげて。見張りは頼んだよ。くれぐれも気をつけて。旅人、パイモン、おはよう。体調の方はどう？大丈夫？僕もだよ。奥へ進めば進むほど地脈漏出の源に近づいてきてるみたいだね。今日は早めに出発しよう。僕はテントを回収するけど、君たちは？オイラたちに手伝えることはないか？じゃあ、山火事を防ぐために焚き火を消しておいてくれる？あと昨日設置した空中装置も回収しておいてほしいんだ。ここの生態環境に影響しないようにしないとね。
おう、火消しはオイラに任せろ。うん、終わったらここで合流しよう。ご安心。さて、そろそろ行こっか。ここよりも奥ではより凶暴な機械と出会うかもしれない。それに地脈の影響も大きくなってる。もし厳しいと思ったら戦闘は避けておくのが合理的だ。汚染源に到達するまではできる限り体力を節約しておこう。